皆さんこんにちは。競馬界には親子や兄弟で活躍する人たちがたくさんいます。その中でも父親の姿を見て自然と騎手を目指す子供も少なくありません。今回はそれぞれが毎年のようにコンスタントに結果を残している岩田康成、未来親子を紹介します。まずは父岩田康成騎手のプロフィールから見ていきましょう。1974年兵庫県生まれの安成騎手は1991年に兵庫県競馬組合所属の騎手としてデビューします。デビュー当時から才能を開花させ、当時兵庫で無類の強さを誇っていた小牧太騎手をもってしてあいつは天才と言わしめるほどでした。地方競馬に所属したまま中央競馬でも積極的に騎乗し、2004年にはデルタブルースで菊花賞を制覇、中央所属の馬に地方所属騎手が乗っての G1 制覇という快挙を達成します。その後地方通算2941勝の記録を打ち立て、満を持して2006年に JRA に移籍、1年目から126勝を挙げたほか、デルタブルースとのコンビでメルボルンカップを勝利し、海外 G1 も制覇します。その後も順調に勝ち星を重ね、毎年のように重賞を制覇、2012年にはディープブリランテで日本ダービーを制し、念願のダービージョッキーの仲間入りを果たしました。2022年には中央競馬での通算勝利数が1700勝に到達しています。一方の息子岩田未来騎手は2000年5月安成騎手の次男として生まれます。幼い頃から乗馬経験を積み、 JRA 競馬学校の第35期生として入学、2019年3月に無事卒業し、藤原秀明厩舎所属でデビューを飾りました。デビューから36戦目での初勝利を皮切りに、毎週たくさんの騎乗をこなし、リーディングランキング上位の常連となるほど目覚ましい活躍を見せています。しかしなぜか重賞勝ちにはなかなか手が届かず、重賞連続100敗という不名誉な記録が目前に迫った2022年2月ようやく京都牝馬ステークスを制して連敗を97でストップさせました。さらにこの年盛岡競馬場で行われた JBC レディースクラシックを勝利、安成騎手もかつて同競馬場で重賞を制しており、 JBC レディースクラシック勝利と合わせ見事ダブル親子制覇を達成します。年末には自身初の JRA 年間100勝も達成、22歳6ヶ月24日での100勝は武豊騎手に次ぐ史上2番目の若さでの記録達成となりました。そんな岩田親子ですが、騎乗スタイルや性格は親子でまるで違います。父の安成騎手は関係者の多くが認める勝負強さとレース感覚に優れており、特に大舞台での執念には目を見張るものがあります。馬場読みにも長けており、外が伸びると察すれば思い切って外に持ち出して穴馬を馬券圏内に持ってくるなど、臨機応変な判断力も魅力です。バテた馬をしっかりと追ってもう一踏ん張りさせるところも経験と技術のなせる棒と言えるでしょう。一方で勝ちにこだわるあまり感情的になり、岩田ダンスなどと揶揄されることもある独特の騎乗スタイルは、見た目の悪さだけでなく馬への負担を理由に批判も少なくありません。またインからの割り込み、イン付きでも知られますが、これは下手をすれば大惨事になりかねない危険な戦法、たびたび制裁の対象となっているほか、後輩への指導では感情的になり、恫喝めいた暴言を吐いたり手が出てしまったこともあるそうです。公私ともに感情をコントロールしきれない面が垣間見えます。対して未来騎手は真面目で控えめな性格、幼少期から彼を知る藤原調教師からは絶賛されるほどの騎乗フォームと太鼓判を押されています。レース中も周りを気遣い、危険な騎乗で迷惑をかけることのないよう細心の注意を払っているそう。父のように感情的になることもなく、いつも冷静沈着、レース後は素早くマスクを着用し落ち着いてからコメントするなど、誠実で紳士的な姿勢は関係者からの信頼も厚いようです。技術面でも基本に忠実な騎乗スタイルは徹底されており、乗りすぎない、追いすぎないというのが信条。それでいて勝負所では豪快に手綱を操る姿はまさに時代が求める新スタイルの騎手像と言えるかもしれません。そんな未来騎手も重賞初勝利が遅れたことで焦りを感じていたそうですが、父からお前は乗れるんやから消極的になるなと励まされたのだとか。その言葉を胸にひたむきに精進を重ねた未来騎手、重賞勝利と年間100勝は彼の真摯な努力の結晶と言えるでしょう。遠譲りの才能を開花させながら、決して父の背中ばかり追うのではなく自分の色を前面に出す未来騎手、安成騎手にはない柔和な物腰と馬を信じきる騎乗スタイルはファンのみならず関係者からも好感を持たれています。そして未来騎手の活躍は安成騎手の心境にも変化をもたらしているようです。息子の姿を見ていると
改めて自分を振り返る機会になると語る安成騎手。未来騎手の真摯さに触発され、もう一度原点に立ち返ろうと決意を新たにしたのだとか。競馬界のレジェンド武豊騎手が岩田親子について語っている場面がありました。岩田康成、未来親子をどう見ているのか、興味深いエピソードが聞けました。武豊騎手曰く、岩田未来騎手については子供の頃から知っていたそうです。あの子が騎手になったんだという考えもあったとか。その第一印象は真面目ですごく熱心。武豊騎手曰く、未来騎手の性格は父康成騎手とは全く違うのだそうです。外見的には手足が長いところは似ていると指摘する武豊騎手。しかしそれ以外は性格は全然違うんじゃないかなと語ります。安成騎手は感情的なところがある一方、未来騎手は冷静沈着。騎乗スタイルも安成騎手の豪快さとは対照的に、未来騎手は基本に忠実で的確に乗るタイプだといいます。また競馬ファンの間で話題になることがある親子の指導風景について質問してみると、武豊騎手は見たことないとのこと。お父さんが未来騎手のことをいろいろ指導しているシーンもあるって聞いたことないですねと明かします。武豊騎手は逆に指導されてるんじゃないですか、お父さんがとも語っています。またすみません、いつも親父がと未来騎手から謝罪されたエピソードを笑顔で語る場面も見られました。そんな岩田未来選手が陣営批判とも取れる発言をしていたことが判明しました。第29回ユニコーンステークス G3 4月27日、京都ダート 1900m 寮でのことでした。昨年までの東京ダートマイルから京都のダート 1900m にリニューアルされた3歳限定のダート重賞は牡馬16頭立てで争われ、3番人気で三浦厚生騎手騎乗のラムジェットが最後の直線で抜け出し、2馬身半差の V 貫椿賞1勝クラスヒアシンスステークスリステッドに続く3連勝で重賞初制覇を飾りました。ダート3冠第2戦となる東京ダービーの優先出走権を得、勝ち時計は1分58秒6でした。岩田未来騎手はラオラシオンについて、こんなに負ける馬ではありません、使い詰めてきているので嫌気がさしたのか、能力があるのは確かなので改めて期待したいと語ったのです。これについてネットでは、これって馬が走る気なくしているパターンといった声や、休ませた程度じゃ変わらないとの声が上がりました。また馬にだって向き不向きあるしなと、馬の個性を尊重すべきだといった声も。一方で、人間の都合で使い詰めておいて結果が出ないことに文句言っても仕方ない、甘っちょろいこと言ってんだかと手厳しい評価をする人もいました。もう一度親子の話題に戻りますが、これまでに2人が同じレースに出走した際は安成騎手が圧倒的に先着しているそうです。息子の手前、負けるわけにはいかないという父の意地が働いているのかもしれません。しかしその差は着実に縮まりつつあります。コツコツと積み重ねを重ねる未来騎手のスタイルは、いつしか父の背中を追い抜くことでしょう。いや、ひょっとしたらすでに追い抜いているのかもしれません。未来にもう負けられないと語る安成騎手の本音からは、息子の急成長をいち早く感じ取った親心が垣間見えます。そんな親子の絆と、それでいてまるで正反対ともいえる2人の個性、しかしどちらもその才能に誰もが一目置くほどの実力者であることに変わりはありません。安成騎手は感情をコントロールすることを、未来騎手は馬とのコミュニケーションを課題に挙げているそうです。親子でありながら互いの長所を認め短所を補い合う、そんな日々の研鑽が岩田親子をより高いステージへと押し上げているのでしょう。これからも2人の活躍から目が離せそうにありませんね。皆さんの予想に岩田親子の特徴を取り入れてみてはいかがでしょうか。きっと競馬をより一層楽しめるはずです。いかがだったでしょうか。今回は岩田康成騎手、岩田未来騎手について見ていきました。親子でまさかと言っていいほど性格や騎乗スタイルが違っていると面白いですね。2人の活躍を今後も楽しみにしたいと思います。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。